食べるんが好きないよ最近えっ、ー、と12時5分になったら終わりにするからあと10分やったら終わりにするね <laughs> 焼かない焼かないでそのまま食べるんよめっちゃ美味しいよみんなおすすめ 一瞬切れた今日目けばいな顔のパックは私しないよねなんかパックやったことがないよなんかなんて言えばいいんだろうパックとかすると逆に荒れそうでできないみたいな だってパックって1回しちゃうとさなんかずっとしないと荒れちゃうイメージあるからなんか本当に肌が割れたらやろう割れたら <laughs> 本当に肌が荒れたらやろうと思ってて <laughs> なんで割れたらって言っちゃったんだろう荒れたらねそう荒れたらてか意外と余裕あるやんそうやねちょっと意外と余裕あったねまあ、余裕があって安心したんでいいでしょういいでしょう か最近定期をめちゃくちゃ忘れるから、ちょっと本当にね、気をつけてる。もう、もう、カバンに入れたから大丈夫。もう今日、昨日、今日と忘れてる定期。今日も朝、お化粧道具買いに行こうとしたとき、定期忘れちゃったもん。総選挙のね、ポスターね、みんなめっちゃ、朗報、めちゃめちゃ映りいいんですよ。あのー、 あ、でも、こんなこと言うとあれかもしれない。自分、まあ、自分的にはいいと思います。めちゃくちゃ。結構ね、上出来。漏れた。結構漏れたと思う。うん。多分、多分ね。薬局行くのに、あ、あの、あれなんですよ。自分の駅じゃないところに買いに行ったから。 えちょっと楽しみにしといて多分漏れたと思うあの自分の選んだ写真になれば漏れてるから楽しみにしててねプロフィールよりね、うん、漏れてるからちょっと楽しみにしといてくださいぜひあと何か持ってこいのあったっけなうんとないな特に コロコロしとこ顔面がでかいからプロフィール写真並みうん結構そんぐらいかも目薬かどうしようかな最近でも目痛くなんないから大丈夫かな 大丈夫だった忘れてなかった米粒並みに小さいそれはさすがに虚言いや本当に顔面でっかいんだい,いか今仕事中ですお疲れ様です 目,グッズ目なんかあったっけなでもお化粧道具があればとりあえず生きていけるペタもちもちしてそうよく言われる重そうそんなに重くないようん コンタクトは大丈夫。あとなんかあったっけな。カラコンではありません。コンタクトです。あと何かあったっけな。うん。コロコロって高くない。高いよね。うん高い。 美容用品は高いですよ皆さん女の子は美容用品にねお金をかけてるんですよ皆さんあの,の本当に女の子褒めてあげてください <laughs> 実家じゃないよ名古屋だよ化粧ポーチ持ったよし終わったということでちょっとねあの5分までやるって言ったんですけれどもごめんなさい終わりに一緒おお 終わりにします。ありがとうみんな。ごめんね。えっと、今日来る方はね、ぜひ楽しみにしてるので、よろしくお願いします。バイバーイ。切ります。